こんにちは、青山茂春が答えて答えて答える。今回もどうぞよろしくお願いします。さて、お気づきの通り3本目です。収録結構しんどいので、終わると思えば嬉しいんですが、この後ラジオの生放送が刻々近づいてるっていうところですね。西暦で申せば2014年、平成26年、私たちの大切なオリジナルカレンダー、後期で申せば紀元2674年の10月23日木曜日の午後です。さあ、すぐ質問に行きましょう。これはですね、ユニークな質問が来てるんですよ。名前公開か、中里健人さん、33歳男性の方なんですが、こう33歳でいらっしゃるんですけど、なんかこう中学生から、いや、いい意味でね、中学生からもらったような面白い質問もらったんですよ。こうです。青山さんがもし誰かに質問できるとしたら、誰にどんな質問をしてみたいですか？この番組を見てらっしゃって、僕は常に質問に答えてるからということだと思うんですよね。歴史的な偉人でも構いませんし、例えば奥様でも構いません。日頃答えて答えて答えている青山さんは誰にどのような疑問をお持ちなのでしょうか。ぜひ聞かせてください。面白いな、こういう逆転の発想を送ってくる健人さん、素晴らしいです。で、その上で実はですね、これはなんか上げといて下ろすみたいで悪いんですけど、質問が間違ってるんです。つまり僕の普段の生活はずっと聞いてるんですよ。僕の普段の仕事の大事な部分は情報です。それは26歳の新人記者の時から今に至るまで、これは一日も変わったことがないんですね。で、そうするとですよ、記者時代から今に至るまで僕がやってることは、例えば井上さんが政府の当局者だとすると、これは日本でも中国政府でもアメリカ政府でもいいんですが、これどうなるんですかとか、これどうするんですかとか、本当は何があったんですかって聞いたことは一回もないです、記者時代から。例えば井上さんが政府当局者で、拉致事件をどうすべきかと、これからどうするんですか、どうやって取り返すんですかって聞くんじゃなくて、こうすべきですと。例えばすごい、やや乱暴にかつ簡潔に言ってしまうと、いざとなったら自衛隊が取り返しに行きますよ、本当は現憲法ではでもそれは可能ですよと。で、もちろん憲法改正も含めて、交渉が妥結しないんだったら自衛隊が取り返しに行きますということを言わないと、軍事力を背景にしない諸国の交渉ってのはありえないので、同盟国でも本当は本来的には成立しない。それがましてや国交がない状態で日本人を現に奪っている国と交渉するんだったら、これは無益な戦争を起こさないためにもその背景を作らないといけません、そうですよねとこう提案して、そしたらこの当局者がなこと言ったって現実味ないこと言うなよということを言って、そこから議論が始まってですよ。で、その中に情報が実は潜んでいて、でその情報をピックアップして、例えばこっちは本当にいるのはカメラマンですけれども、違う情報当局者だったり違う国の情報インテリジェンスの人間だったりとぶつけて、そうすると目の動きだけで分かることもある。で、それだけじゃ確認したことにならないから、もう一度事実関係を持っていくんです。その時にこれ本当ですかって聞くんじゃなくて、日本はこうすべきだと思うけど、例えばアメリカの政府当局者にそれをぶつけると、いや、日本はそんなことしてもらっちゃ困るんだよっていう、こうね、もうアメリカ人いざとなったら声がすげえでかくて、僕もだからすっごいでかい声でやり合うと。だから場所を選ばないといけないです。外で飯食ってる時にやっちゃいけないんですけど、そういうことをやってるから、つまりその、質問をするっていう、そうか、質問をするっていう意味では質問はしてなくて、とにかくその問いかけはずっとやってるわけですよ。もう毎日毎日、それは電話でもメールでもやるわけですよね。だから正直言うと、その健人さんに今更誰にどんな質問をするのかと言われたら、いや、もう毎日やってるんですというふうに答えるしかないんですが、でもその上でですね、歴史的な偉人でも構いませんし、例えば奥様でも構いませんって書いてあるんですが、
この母ちゃんについて言うとですね、ひょっとしたらケントさん知らないかもしれませんが、僕の配偶者は青山千春博士といいまして、国際社会ではその分野では僕よりもちろんはるかに有名で、メタンハイドレートの専門家で、科学者です。そして同時に、公の生活として、その科学者として独立総合研究所の僕の部下です。自然科学部長で、僕は代表取締役社長兼自然研究員なんで、例えば青山千春博士にはもう聞かなきゃいけないことは山のようにあって、この場合は情報を取るわけじゃないから、お前これはどうなってんだと、なんで遅れてるんだと、それから例えば彼女は学会に論文をどんどん出さなきゃいけませんが、その論文ここの部分が弱いとか、それから論文の仕上がりが遅いけど、まあ、どこまで行ってんだとか、英文の問題はこうだとかいうふうに年がら年中聞いてるんで、ちょっと だから普通のちょっとじゃないか、夫婦関係とは当たり前ですけど、こんな夫婦世の中いっぱいいらっしゃると思いますけど、違うんですよね。でさらにこのケントさんをなんか優遇するみたいで悪いんですけど、この歴史的な偉人だったらどう、それから生活で母ちゃんとして奥さんには何聞きたいのっていうのはこれは面白いんで、話しながら実は考えていたんですが、歴史上の偉人、これ本音言い出すとこうもう止まらなくなるんですけど、それは正直大和尊の命からですね、聞きたいですよ。大和尊の命にもしお会いできるんだったら、そもそもその国の観念をどのようにお考えだったのか、それから日本国大和というものをどこまででお考えだったのかってことも例えば聞いてみたいですよ。それからこうあんまり本音言い過ぎかもしれないけど、例えば僕は本当は世界史大好きなんで、アレクサンダー大王にはやっぱ会いたいですよね。でアレクサンダー大王の感じていた、いや勝手に守ってるんですよ、虚しさ、つまり若き大王で、男も女も愛人もたっぷりで、そしてどん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 東へ東へ、進んでいくとき、インド大陸っていうものに向かっていくときに、すごいこうものすごい虚しさに襲われたように感じるんですよね、記録を勉強すると。あなたの感じてる虚しさは、そのこういうことしてても最後死ぬだけなんだという虚しさなのか、それともそれも含めたより根源的で範囲の広い虚しさなのか、これも情報を取るわけじゃないから、大王よこうすべきですって提案してその反応を待つんじゃなくて、そんな虚しい顔をなさってるのはどうしてですかというふうに聞きたいですね。それから一番実は聞きたいのは幕末の志士の方々ですが、これは聞きたいんじゃなくてですね、一緒に話したいですよ。まあ僕は一番尊敬しているのは高杉晋作先生で、一番親近感強いのは、だから先生と呼べないぐらい親近感強いのは坂本龍馬さんなんですが、これ聞きたいって質問する気は全然ないですね。これはタイムスリップして行っちゃったら当然一緒に走り回りますので、聞きたいっていうよりは話したいですよね。で、じゃあ最後、その私生活で青山千春に何を聞きたいのか、大体飯、手作りの飯食えるのが平均すると1ヶ月に1回あるかないかだと思うんですが、だから晩飯何っていうのを聞きたいですね。ついでに、まあ、本人がいつもムッとすることをここでも言っちゃうとですね、青山千春博士って、ギャンブルの天才です。ギャンブルが超天才、料理天才、科学者普通本人はもちろん言うたびにムッとしますが、そういう人なんで、本当はギャンブルにそんなに、ギャンブルって勝てないはずでしょ、それが君はアレクサンダー大王かってぐらいもう上昇将軍なんですよ。
その秘訣は何ですかと聞きたいところですが、これは青山チャラカサから怒りの鉄拳が下ると思います。すなわち僕はギャンブルめっちゃ弱いんですよ。その弱い人間からそういうこと聞かれるのも月が落ちる。ましてや僕がこの1000円渡すからこれでお前のそのギャンブル能力で馬券買ってねって言うと劣化のとこ怒るわけです。そんなギャンブル弱い人間のこの金なんかもらうと月が落ちるって言って怒るんで、とても聞けないけど、もし聞けるんだったらそんなにギャンブル強いのはどうしてですかというのを聞いてみたいです。はい、残りまだ時間はちゃんとあるということで、違う山から違う質問に行きたいと思います。違う山のご質問はですね、実名名字まで公開可能ですとお書きになっている長松さんですね。女性の方です。女性の扶養控除について、これはその青山の意見も含めて女性の立場から質問しますと。扶養控除についてはなくしてもいいと思います。ただそれが女性の社会進出が善、または家を守るのが悪とまで言わないが不でもあるかのように思われるのは疑義がありますと。それでですね、ちょっと質問の要点を申しますと、女性が働くことはとても大切ですが、家のことよりも地域のことよりも仕事が大事、またそのような様子を見ている上の世代も子どもたちの仕事が大変だからと家に伝わっていたことを日々の中で受け継ぐことの重要さにすら忘れて気づけなくなっているように思いますと。そうするとその親から育った子どもが伝統とは文化とはと説明できるでしょうか。ちょっとこれ今の文章正直言って分かりにくい方もいらっしゃると思うんですが、要はこの中松さんがお聞きになっている、あるいは訴えていらっしゃるのは、その現在の日本の家庭の状況を見ると伝統文化をどんどん完全に消していく方向に向かってるんじゃないかと。でそれは家の文化を大事にしてきた日本女性がそれが大事だということをメディアも教育も国の政策からも何も言ってくれないと。こうやってこう噛み砕いてもまだちょっと分かりにくいところがあると思いますから、中松さん不満かもしれないけど、要はおっしゃってることをはっきり言うと、家の中だけにいる女性にもその家の家庭っていう一番大事な社会の単位、一番大事な社会の単位の中に息づく日本の伝統を守る役割が専業主婦と呼ばれる、今呼ばれちゃってる人々が一番その役割を担ってきたのに、それがどんなに大切なことかってことをメディアも教育も国の政策も言わないまま、その女性が外で働くことは大事なんだ大事なんだとばっかり言ってると、本来の大切なものを見失っていくんじゃないかということをおっしゃってるんだと思います。もし中松さん違っているということであれば、もう一度メールをいただきたいと思うんですけれども、そういう前提でですね、中松さんがお聞きになっているのは、そこで質問ですと。現在の日本の社会のトップの方々、男性かっこ男性は、女性のこのような家を守る仕事生き方を社会の中で評価できないのでしょうか。評価する方法を見出せないから、他国から言われたような会社役員や国のトップに女性の役員の割合を決めるとか、女性が仕事するためだけの施策しか出せないのでしょうかと、これがご質問なんですね。つまりこのご質問も人によってはちょっと分かりにくいんじゃないかと思うんで、すいません、僕があえて噛み砕くとですね、その日本のオリジナルな個性伝統文化の中に家の中での女性の役割が確かにある、ね、外で仕事することも大事だけどそういう大切な役割もある、それをきちんと日本の根っこの一つとしてなぜまっすぐ評価できないのか、特に国のリーダーがそれをちゃんと評価しつつ女性が外で仕事することもできるようにっていう施策を打ち出さないで、
家の中における女性の役割をちゃんと評価しないで、それをやっぱ机の上から全部落としといて、外で仕事をしろ、仕事をするのが正しい、仕事をするのが輝くことだってばっかり言ってるって、そういうことをやってるから、外国から押し付けられるような、まるで外圧やってくるような、その例えば国会議員に何割の女性の役割とか、内閣の中にどれぐらいの女性の数とか、外圧のようなことしか言えないんじゃないかというご質問だと思うんですね。井上さん、分かりました。はい。で、これは中松さんのおっしゃってることはかなり当たってると思うんですよね、僕はね。この日本のこの素晴らしい個性の中に、その家庭の、つまり諸外国が実現できなかったり、あるいは見失ったりするような、その家庭の中の値打ちというものが、まあ、随分失われてるから、その子殺し、親殺しも起きるんであって、いじめ問題もそれと深い関係があるわけですけど、でもそこを失ってない家庭もたくさんあって、でその時に女性の果たしている役割、仕事をなさってるかなさってるかではなくて、その家というものをどれぐらい大事にされているかということで、それをなんとか社会の中で仮に少数派になりつつあっても守っているということをですね、全然発信しないんですよね。でこれは他のことについても、例えば中本さん、すいません、そのちょっと話が突然飛ぶようですが、例えば憲法についてもですね、立憲主義ってことが言われて、憲法というのは本来、国民が国家を縛るものであるからということが、憲法学者とか知識人からうわーっと今言われてるわけですよね。第二次安倍政権になって憲法改正ひょっとしてやるかもしれないってことになったから、余計にこれ言われてるわけですね。しかしその憲法っていうのは、これはつまりその英語のカンスティテューションなんですよね。でその英語の、英語でいうカンスティテューションというものの根っこは、例えばイギリスで、王様がもうしたい放題やって、例えばヘンリー8世が、自分の色欲もあって次々奥さん変えたいから、その、カトリックから離脱する、そのイギリス国教会の全部ではないけど大きな理由としてそれがあって、でヘンリー8世だけじゃなくて、その王様があんまりにも勝手なことをいろいろするから、それをなんとか制限しようとして、貴族を中心とした上流階級だけでも国王じゃない人たちが、まあ、イギリスには憲法はないんですけれども、例えばタガをはめようとした、でそういうあり方から出てきたのがカンスティテューションというものであって、これは日本の天皇陛下のあり方と全く違うんですよね。で日本の天皇陛下ももちろん人間でいらっしゃいますから、いろんな天皇が過去いらっしゃいました。しかし少なくとも例えば昭和天皇、それから金城陛下、私たち見るときに、ご自分の欲、ご自分の生活がまず第一で、民の生活はそれに奉仕するものだというお考えというのは、先の陛下、昭和天皇におかれましても、現在の金城陛下、あるいは現在の天皇皇后両陛下におかれても、それが全くない、そうお持ちじゃない、その真逆であって、例えばどんなに陛下のお膝が痛くても、おいたけいらっしゃっても、その、今回の東日本大震災も被災地回られるときに、一人一人痛いお膝を曲げられて、私たち庶民と目を合わせてくださる、それに救われて、例えばその前に菅総理が突っ立ったまま急ぎ足で上から見下ろして回って、これ実は阪神淡路大震災の時も村山総理は同じことをなさったわけです。でそういうことに、僕は神戸生まれなんで、当時神戸市民がいかに怒りに震えたかも知ってますし、それから今回はたまたまテレビカメラが回っているところで、菅総理に対して、あの穏やかな東北の方が、総理どこ行くんですか、そんな上から見下ろして突っ立って見下ろして歩いて、よく私たちのことが分かるって言えますねっていうことを、東北の方がついに怒りの声を上げられて、それがたまたまテレビで流れた、それだけだったら神戸の、そういう政治家の振る舞いだけだったら神戸の復興はひょっとしたらなかったかもしれないし、東北の人も今よりもっと辛い立場にいらっしゃったと思いますが、その後に入られた両陛下が、皇后陛下におかれても首の痛みをお持ちで、天皇陛下におかれては本当に膝を曲げられるためにどれほど痛いかと思いますけれども、ご自分の痛み、ご自分の欲とか、ご自分の幸せどころか、ご自分の痛みまで全部捨て置かれて民のために尽くされるというのが
私たちの天皇陛下の在り方であり、それはもう一回言います、天皇陛下も人間でいらっしゃいますから、本当は私たちが文化として、私たち民が作ってきた大事な伝統文化でもあるわけです。したがって上から見下ろして、自分の色欲や欲望のために民を使い倒してきた西洋の文化と全く根こそぎ違うものだから、例えば日本では中国の革命の呼ばれる、王朝の交代も起きなかったから万世一系で今まで来てるわけだし、例えばイギリスで言ったらチューダー王朝とかスチュアート王朝とか、名前かっこいいけど要するに私利私欲に走るから王朝の交代が起きるわけですよね。そうじゃない日本の天皇陛下の在り方を考えると、実はそういうコンスティテューションというものと私たちの憲法は違うはずで、そして本来の日本語の憲法というのは十七条憲法で、時の聖徳太子を中心になってお作りになった、これもこういうことを言うと聖徳太子は実在しなかったというその学者評論家が山のようにいらっしゃるんですが、馬宿の王子は実在されました。聖徳太子はこれは議論を待つ必要がない後世に作られた呼び名です。しかし十七条憲法といういわば高等規範をお作りになった、あえて英語で言うとプリンスがいらっしゃったというのは歴史的事実ですから、でその十七条憲法の冒頭に何が記されているかというと、皆さんご存知のように和をもって尊しとなしという言葉から始まっています。そのことは学校で教わるのに本当の意味を教わってない。和をもって尊しをなしというのは、例えば天皇陛下といえども独裁的にお決めになったりしない、それから多数決で押し切ったりしない、一人一人が大事な個性を持ってるんだから、だからそれを大事にしたまま、これは本来は貴族社会の構造規範と言われてますけど、本当は民も含めた全ての人を大事にした上で和を持って、つまりそれぞれの意見の違いを大事にしたまま和を持って尊しとなしましょうってことをお書きになってるのが十七条憲法であって、そうするとそもそもそのコンスティテューションというものが近代化によって日本に入ってきたときに、これを憲法と訳したそのことから本当は僕は違うと考えてるわけですよ。でそれを考えればずっと明治維新は素晴らしい改革だったわけです。でも間違いもあった。例えば陛下を、武家の砦、自分を守るために作った武家の砦にお移りいただいたのは間違いです。仮に東京という場所にお移りいただくにしても、そのお住まいは京都御所のような何も守るものがない、民のことを考えて生きられているからご自分を守る必要をお持ちでない、そういう場所を造営して、あるいはそういう場所が全然なかったわけじゃないからそこにお移りいただければよかったものを、徳川から権力を奪ったってことをはっきりさせるために、本来自分たちを私利私欲を含めて守るためのお城にお移りいただいたっていうのは、実は明治維新の間違った部分の一つでありました。でそのことを考えると、実は明治維新、1868年に確定した明治維新からずっとその外の価値観を受け入れるってことをずっと続けてきた、その延長線上に現在 の, その女性の描かれの問題もあるから、この永松さんがおっしゃってるところはすごく本質をついてるところがあると思うんですよ。私たちの家庭の在り方、私たちにとっての女性が働くということ、あるいは男児と協力して働くということ、それを世界に向けて発信していくということを確かに今までしてこなかったと思うんです。でそれを発信しながら、その世界の反応と議論しながら、私たちの祖国において日本という文化において女性が外で働くということはどのように家を大切にするということと両立するのかということを考えていくべきだと思います。そしてこれは僭越だからもともと語る気はなかった、そして時間がないからちょうど語る時間ありませんが、僕と青山千春博士が作ってきた家というのはそういう試みであったと思います。日本女性で初めて大型船の船長になった人が青山千春であり、要するに母ちゃん船乗りです。母ちゃん船乗りってことは家にいない時間が普通の働いている女性よりもはるかに多いです。だいたい陸にいないんですから。でその中で男の子を2人を育てるっていうのはどういうことであったかというのを、僕たちは体を持って実践してきましたし、これからも実践しているつもりです。
まあ、他の番組ではこんなこと言うと何言ってんだよ自分の話しやがってっていうふうにずっと話が流れますから言えないんですが、この番組はまあ長い蓄積がありますから、あの全員ではないと思いますけど誰かは理解していただけると思うんで、あえて、そのようにお話もいたしました。この番組最近はこの中松さんのご質問も含めてですね、この質問いただいたおかげでこうそれをきっかけにしていろんな本質的なお話ができる機会っていうのが増えてますよね。その意味で、視聴者の方々取り上げられない質問 もう時間の関係で取り上げられない質問も多いですけれど、改めて深く感謝したいと思います。はい、今回ももう時間が来てしまいました。ありがとうございました。青山茂春が答えて答えて答えるへの質問大募集。聞いてみたいこと、話してほしいテーマなどを募集中です。テーマのジャンルは問いません。お寄せいただいた質問の中からテーマを選び番組の中で解説していきます。お名前の公開が可能かどうかお知らせください。応募先は東京都渋谷区渋谷 1-1-16 若草ビル1階、日本文化チャンネルさくら、青山茂春質問係です。皆様からのご応募をお待ちしております。こんにちは、台湾チャンネルです。キャスターの永山秀樹です。大家好 D 台交流頻道現在開始的发起有江映书。こんにちは、夏慶子です。今日もよろしくお願いします。大家好来给那里节目被开始啊恰多多几个。今日は まず初めの話題はですね、はい、地図やそれから旅行ガイドブックの大手出版大手の小文社という会社がありますね、はい、そこで、出されていますこういう本があるんですね。これはグローバルマップル世界&日本地図帳という本ですね、はいはい、这个日本的朝文社呢它是出版这个地球跟地球的这个仪跟这个地图的很大的一个大手的这个出版社、はい、で、実は、今年の夏に、ある台湾の方が日本にいらっしゃって、でこの本を買ったところですね、これではですね、台湾が中華人民共和国の領土と記載されているということが明らかになったんですね。はい。はい、前一阵子有一位住在外国的台湾人，他到日本来旅游的时候呢，买了这本书，发现说打开来一看呢，台湾变成在这里面呢成为了中国的一部分，他非常吃惊。この先日この番組でもお伝えしたんですが、日本航空ですね、はい、JAL の機内誌、そこにおいてですね、やはりこの台湾が中華人民共和国の一部として扱う地図が掲載されたんですね。でそれはですね、まあ、こちらがその誤りを指摘しましたら、JAL の方はですね、直ちに誤りを認めて、そして、このようなものを出せないということで、全部この、印刷をし直して、はい、でこの雑誌を全部差し替えたということがありました。それについてはこの番組の第51回で、まあ、詳しく報道してたところなので覚えている方もいらっしゃると思いますけれども、はいはい、关于这个地图的问题呢我们在第十五十一集的节目当中呢也有提到这个日本航空呢他们的机内的杂志里面也是这样子将台湾归成中国的一部分，可是在经过我们的指责之后呢，他不但把这个原有的杂志全部撤掉，而且也把这个颜色都改掉了。ところがこの地図大手の小文社はですね、その JAL とは違いましてですね、この非常にこの
許しがたい言い訳をしまして不誠実なんですね。はい。但是这个地球的做这个地图的最大手的这个出版公司呢，它的对应呢是非常不诚实的。でまあこれは誤りだよという、まあ、こちらの指摘から逃げてるんですね。耳を塞いで聞こうとしない、はいという状況があるわけなんですね。はい。はい。他不但不给我们做解释，而且他还逃避我们的追问。それで、この、今どういう、ことが問題になっているかを説明したいと思うんですね。はい。まあ、非常にこの小文社というのはですね、まあ、繰り返しますが地図の大手として、まあ、国民から信頼されてですね、はい、まあ、多くの商品が売られているわけですね。僕自身も小文社の商品はたくさん持っております、はい、だからこういった、誤りの問題というものはやっぱり取り上げたいと思うんですけども、はい、初めにこの台湾の方お名前はですね楊貞さんという方ですね、はいはい、来这个日本买到这本书的就是这一位许杨廷先生、はいはい、この方がですね、この台湾に戻ってからこの誤りを気づいてで今年の10月の初め頃だと思います、この小文社に対してこの抗議の、抗議文を郵送してるんですね。徐阳廷先生在日本买了这本书之后呢，他在十月的时候就向这个朝文社呢提出这个抗议文了。その、抗議文の内容をこれから読み上げようと思います。はい。接下来我们就要把这个徐阳廷先生的抗议文呢念出来，让大家知道。はい。初めての初心で恐縮ですが、私はアメリカ南カリフォルニアに住んでいる台湾人です。今夏、兄と日本を訪問して、大阪ナンバーウォークジュンク堂書店で、記者発行のグローバル世界&日本マップルを2冊買い求めて台湾に帰省して参り、閲覧して喫強しました。台湾が中国領土になっているのです。でこういった問題を指摘してるんですね。1、台湾と中国を同色に色づけている、要するに、国別に、ね、色分けしているにもかかわらず、ね、台湾と中国を同じ色にしている、ね、これは、まあ、JAL の時と同じケースなんですね、はい、まあ、そういったところがある。それからまた、2、台湾と中国間に国境線が引かれていない、こういった地図もあるわけですね、台湾と日本、それから台湾とフィリピンの間には国境線が引かれているんですけども、台湾と中国の間に国境線が引かれてない、はい、そして、中国の方には中華人民共和国という国名が書いてあって、台湾の方は、まあ、日本政府は国と認めてないから、国名は書かれてないんですね、はい、それに従って台湾は中華人民共和国と書かれたエリアに組み込まれちゃってるんですね。だから台湾中国の一部というふうにこれは受け取らざるを得ないから、はい、それから3、台北は台湾の首都であるのに赤く色づけられていない、まあ、その首都のマークである赤い丸が、はい、赤丸がこうついてないということですね、はい、4、各国要欄に台湾が含まれていない、これは各国 の、 この人口面積そういったデータをこの、掲載されてるんですけども、台湾がないわけですね、はい、しかしこれは実は中華人民共和国のところに含まれていると考えているんですね、はい、中華人民共和国のところを見るとですね、その中国の面積人口、そこにはですね、はい、注意書きがあって、この国は台湾は含まれてませんと書いてあるんです、はい、台湾は含まれてないということは、台湾は中華人民共和国の一部という前提で話していますね、はいはい、他把这个台湾跟中国用一样的颜色表示，而且没有画这个国境线，连这个首都的台北也没有用这个红色来表示它是这个国家的首都。那我们的这个所有的这个问题内，就是说国内的所有的里程啊什么，它的全部都包含在中国里面，这对我们台湾来说是一个很大的侮辱。この一条四点全てが台湾人にとってものすごく侮辱ですよね。もう明らかに台湾は国ではないということを前提にこういうふうに本当に地図の中でこういうように表示されているのが許されないことですね。そうですね、はい、国ではなくそして中国の一部分だという、そうです、そういった、明らかにそういった表記をしていますね、はいはいはい、で、この許さんの抗議文はさらに続きます、このように書かれております。ここに兄と共に台湾人を代表して記者に厳重な抗議をし
直ちに商品を回収して訂正し、今後再びかかる過ちを繰り返さぬことをお約束ください。そもそも地図とは歴史を反映したもので誠実でなければならないと思います、ということですね。はい、はいはい、うん、誠実じゃないんですね。台湾ではね、はい、黒い心の商品、うん、国信商品っていう言葉がありましてね、はい、黑心産品、はい、台湾でそういう言葉ありますね、はい、台湾有这个说法、はい、これは、うん、誠実ではない商品という意味で、特にこの中国製のですね有毒食品とか有毒玩具とかね、はい、そういったこの、その消費者のことを考えない悪質な商品のことをこの国信商品というんですが、この、将軍社の地図もですね、国信商品の一つじゃありませんか、ね、はい、中国のプロパガンダを受け入れてね、うん、事実を隠蔽してですね、歪めてですね、うん、でこのお客さんからかこうやって金を取って、はい、押し付けるというね、はい、これはまさに国信姿勢ですよね。はい、で、こういった、まあ、まさにこの台湾は中国の領土であるというのは、その台湾侵略平等を正当化するための中国のプロパガンダですね。そうです、はい、でこういったものを、ね、受け入れて、で对，像这样的黑心商品，我们是无法原谅的。而且它是，就像徐先生说的，它没有对于这个历史忠实，就是不诚实。そうですね。だから台湾人としてはこれとても受け入れられない。自分たちの国を否定される。それから日本人もですね、台湾中国のものなんだと、併合、中国に併合されてもいいんだよという、そういう印象を実は持ってしまうんですね。こういうの。歴史に対しても侮辱ですね。そうですね。はい。ですからこういった問題はですね、特にこの将軍社大手である。がためにですね、我々はやっぱりこれ問題しなきゃならないんですね。そこで、実はこの許耀庭さんの抗議文に対して、将軍社から、回答があったんですね、はい、でこれはですね、確か10月の中旬ぐらいあったと思うんですけども、このような回答が来たんです。簡単なもんでした。弊社の商品およびグローバルマップル世界&日本は全て日本政府の公式見解に基づいて作成しております。何卒ご理解いただきたく存じますと、これで、許さんはですね、本当にこの憤りを禁じられなかったそうです。はい、这个回答也是不诚实的。他说他这个地图呢，全部是按照这个日本政府的见解而去做的，所以就是把责任都推到这个日本政府身上。そこでじゃあ問題となるのは、本当に将軍社が言うように、こういった誤った地図、こういった記載がですね。日本政府の公式見解に基づいているのかどうか、ね、これ弊社の商品およびなんて書いてあるけど、要するにこの Google マップル世界&日本だけじゃなくてね、はい、他の商品もみんな台湾は中国の一部にしてますっていう、これ将軍社の告白なんです、ね、僕もその書店で確認しましたけども、他の商品も同じようになってました、うん、はい、所以他的商品不只是这本书，其他的地图还有跟地图相关的书都是把台湾变成中国的一部分。でもこれは政府の公式見解に基づいてなんかいないんですよ、うん、日本政府は台湾を中国の領土と認めていないんです、はい、そこで、僕はですね、まあこの中国、ごめんなさい、外務省の中国モンゴル課に電話をかけました。そしてまず日本政府の見解というものを聞きましたですね、はい、台湾の地位に関する見解ですね、はい、刚才出版社把责任推到日本政府身上，永山先生打电话到外务省去问，这个就是外务省的回答、はい、こういった見解を示されました、我が国はサンフランシスコ講和条約により台湾に対する全ての権利権限及び請求権を放棄しているので、台湾の法的地位に関して独自認定を行う立場にない、对，日本政府的回答就是说，我们呢是有基于这个旧金山条约而对台湾的权利全部都放弃了，已经没有权利对台湾在这个法治的地位上有什么讲话的立场。はい、これはですね、分かりやすく説明すると。我が国は、まあ、以前は、ね、台湾を領有していた、はい、ところがサンフランシスコ平和条約、講和条約でこの台湾を放棄したんですね、はい、台湾に関する主権を放棄した、で台湾を手放してしまった以上、今更ですね、はい、中国から
台湾は中国の領土と認めなさいと責められても、はい、自分のものじゃないのをね、はい、勝手にね、はい、これはあなたのものですとかね、どこのものですということはできないんですよという、うんうん、そういった、ことを公式見解にしているわけなんです、うん、はい、ですから、まあ、もっとはっきりね、中国のものとは、はい、ではありませんと言ってくれればいいんだけど、ね、まあ、中国に配慮しながらこういうね、遠回しの分かりにくい表現ですが、うん、とにかく独自認定しないということ、そこで、この中国モンゴル化に、僕は聞きました。ということはこの、小文社の地図、これ政府見解に基づいて言えますかと、やっぱり言えないって言うんですよ。なぜかといえば、あくまでも政府の見解は独自認定を行う立場にないもんというんですね、はい、ところがこの商品はですね、独自認定して台湾は中華人民共和国の領土であると独自認定しちゃっているでしょ、はい、うん、だからこれは、政府見解に基づいてとは言えませんという話でした。それからもう一つこういうことも言ってました。同じ色にしなさいと、台湾と中国を同じ色に表記しなさいと指導もしていませんと、そういうことを僕ははっきりと聞かされました。所以就是说，这个外务省给永山先生的电话的回答里面，就是说他没有认定说台湾的法定地位，日本的政府可以独自去认定，所以跟这个赵文社的回答是有互相冲突的。でその後ですね、この番組として小文社に電話を入れました。取材を申し入れたんです。本当にこの、どのような、解釈で政府見解と言って、はい、この商品、誤った商品を正当化するのか、それを聞こうと思いましてですね、電話しましたらですね、はい、ただ、まあ、取材は受けないというんですね、はい、今日陽亭さんに、回答した通り、それ以上話すことないので取材を受けてもしょうがないですよって言うんです。そこで、言ったんです。この小文社さんは政府見解に基づいてとおっしゃってますけども、外務省は、政府見解通りじゃないと言ってますがどうなんでしょうと言ったら、その子は、はい、えっということになって、じゃあこの、確認、こちらで確認するかちょっとお待ちくださいということで、はいはい、で、まあ、それで、まあ、将軍社の商品にはですね、やっぱりいろいろとこの間違いがたまにあるらしいんです。そういうのは全部ホームページで、訂正とお詫びとも出してるんですね。もしこれが誤ると政府見解通りじゃないってことが明らかになったら、訂正とお詫びを出しますかって言ったら、もちろん出しますと言うんですね。でとにかく時間くださいというんで電話向こう切られたんです。で、1週間待たされました。之后呢，永山先生打电话再去这个招文社，跟他们说这个外务省并没有表达说可以把，就是说把这个地图的颜色，就是把中国台湾归成中国的一部分。再打电话给这个出版社的时候，出版社也觉得非常惊讶，就吓一跳，所以就把电话挂掉了。嗯。それで、その1週間後、はい、外務省に確認したそうなんですね、はい、外務省 といってもですね、まあ、これ僕はこの話してる相手は広報の方 で、はい、うん、で実際この人、その人が外務省に連絡したそうわけじゃないらしいんですが、僕と同じように中国モンゴル化の方に問い合わせたらしいんです、はいはい、で、こういうふうに言ってきました、外務省から問題ないと言われたと。だから、だからこの商品のままでいいんだということで、で電話を切られたんですね。在一个礼拜之后呢，招文社有打电话来回答说，他们跟外务省确认，外务省的回答是说，把颜色弄成一样呢是没有问题的的这样的回答。はい、そこで、僕は僕で外務省に再び中国モンゴル化ですけども聞きました。問題ないと答えたんですかと。そしたら。この、まあ、要するに政府見、小文社の商品がですね、政府見解に基づいているという意味で問題ないとは言ってないはずだと、うんうん、要するにあくまでもあの商品は政府見解に基づいてないわけですから、はい、基づいたという意味で問題ないなんとは言っていないということですね。はい、所以就是之后永山先生再打电话去外务省问说，这个刚才的这个赵文社的回答是不是外务省也这么说？那外务省的回答就是说，对于这个政府的立场，我们并没有说没有问题。だから一体外務省はどういう意味で問題ないと言ったのか、それをね、確認しようと思って。今度は小文社の広報にメールで問い合わせをしました、はい、でその問題ないとはどういう意味なのか、はい、政府見解通りですと外務省から太鼓判を押されたんですかというそういったことを確認するメールを送った。
たんですが、1週間経っても回答が来ないんです。はい、永山先生再度呢用这个简讯呢去招文社问说，这个所谓的没有问题，到底是何谓的所谓的没有问题？这个我们需要他给我们解释，可是到现在都还没有回答。はい、一週間経っても一个礼拜都没有回答。一个星期。まあそういった状況がありました。もしね、自分たちが正しいという信念があるんであれば、はっきりと答えてるはずなんですね。はい、それから気になったのはですね、広報の方はですね、台湾は中国の領土であるとは思ってないとも言ってるんです。そうなると台湾は中国の領土ではないと知っていながら台湾を中国の領土扱いにしているということになるわけですね。確信犯というかですね、はい、でさらに悪質なんですね。で、まあ、そういった状況がありました。はい、後来呢这个赵文社跟永山先生的这个在电话的对话中呢，他们也提到说，他们并没有认为说，台湾是中国的一部分。既然这样的话，他们还在商品中，把这个我们两国弄同一个颜色呢，那就是说他确真确实就是他们明明知道错，还要这样子做。そこで、いくら経ってもね、この返事、起こさないので、再び、この番組として取材の申し入れを行いました。因为他一直不给我们回答，所以我们又再度打电话去，要这个给我们一个真实的真相。その時の模様を VTR でご覧いただきたいと思います。はい、我们之后有这个电话访问的画面。その土地は政府見解通りというから、本当に政府見解通りなのかとこちらが質問したら、前回広報から回答させていただいた通りになりますので、先生ちょっと話しゃべらせて続けてよろしいですか。簡単ですので、はい、はい、回答になっていないんですよ。こちらの質問に対して、ちゃんとした回答になってないんです。それはですね。はい、この政府権、要するにこちらと広報との間ではどういう話かというと、本当に消費者さんは政府見解通りに従って商品を作成しているのかという問題で、そして、そちらの回答はですね、問題、外務省から問題ないと言われたというんです。じゃあその問題ないというのはどういう意味なのか、政府見解通りという意味なのかどうか、それだけ伺いたいんです。それはまだ聞いてません。そちらからも回答が来てないんです。申し訳ございません。もう前回広報から回答させていただいた通りになりますので、それ以上はお答えしておりません。それ以上はお答えしてませんってことは、それ以上答えることはできないという意味ですね。前回そういうことですよね。回答させていただいた通りでございます。それ以上のことは言えないということですか。前回広報から回答させていただいた通りでございます。ということは、台湾は中国の領土であるというそういった表記について、あなたたちは、このやっぱり自信がないんじゃないですか。回答させていただいた通りでございますので、いや、自信がないんじゃないですか。自信がないんじゃないでしょうか。それをちょっと教えていただけませんか。これはですね、石井さん、前回広報から回答させていただいた通りでございますので、はい、それはもう何度も聞きましたから、それは、はい、それはいいです。石井さん、この商品はですね、事実に符合してない記述が載ってるんですね。で、こういったものを、もう一回言いますね。事実に符合してない記載があるんです。台湾が中華人民共和国の領土となっている。で、これについては広報の竹内さんも、我が社は台湾は中華人民共和国の領土とは言っていないと、竹内さん自身も言ってるんですよ。それでもね、それでありながらも、なおもね、このような商品を書店に置いて、で、何も知らない国民あるいは台湾人に金を出さす、それ買わせるんですか。これは詐欺じゃないですか。そういう問題なんです。広報から回答させていただいた通りでございます。で、このことは広報にもこの間聞いたんですけども、回答はありませんでした。これに対して回答はありませんでした。回答できなかったんですね。もう前回回答させていただいた通りでございます。あなたバカじゃないんですか。回答がなかったってこちらは言ってるんですよ。ちなみにこれは録音しています。はい。この将軍社さんの、あなたの対話は、これ将軍社さんを代表したものとなりますよ。それでもいいんですか。もっと責任を持って、対応していただけないでしょうか。あなたたちは今、間違った内容の商品を、市販してるんです。これで何も知らないで買った人たちにどうやって顔向けできるんですか。
申し訳ございません。賞味期限の切れた有毒食品と同じようなものをあなたたちは売ってるんですよ。あまりにも道徳に反するんじゃないでしょうか。信頼に反するんじゃないでしょうか。申し訳ございません。前回広報から回答させていただいた通りとなります。いや、回答もらってません。申し訳ございませんが、もうちょっと誠意ある対応を取っていただけないでしょうか。こちら嫌がらせで電話してるんじゃないんですよ、はい、こういったものをね、台湾は中国の領土だというのは、これは中華人民共和国のですね、侵略を正当化するためのプロパガンダなんです、はい、で事実に合ってないんです。そちらはですね、日本政府の見解に従ってるというけど、中国政府の見解に従ってるんですよ。それでも日本政府の見解に我々従ってると言うんですね。はい、そういう候補はそう言って言い張るわけですよね。これ大きな問題じゃないですか。前回候補から回答させていただいた通りとなります。さらに質問したいんですけど、よろしいでしょうか。いいかどうかです。前回候補から回答させていただいた、質問していいかどうか、イエスかノーかで答えていただけませんか。候補が回答したとかどうのこうじゃないんですよ。もうそういうバカな会話やりませんか。石井さんは部署はどこですか。石井さんの部署はどちらなんでしょうか。それは言えないんですね。申し訳ございませんが、将軍者は他のお客様の対応もございますので、電話切らせていただきます。要するに迷惑だということですか。それ失礼じゃないですか。切られました。あまりにも異常な対応なんですね、はい、何かを隠している。おそらくこの、間違いなく中国への配慮だと思うんですね。はい、はい、他一直回避这个永山先生的质问呢，而且一直用一样的回答来回答永山先生，一定是这个背后呢有什么黑幕的存在了。で、これについてはまたこの、政府見解をめぐってですね、将軍者の言っていることと、はい、こちら聞いたこと全然違うんで、はい、いずれこの外務省にも正式に取材をしなきゃいけないかなと思うんですが、はい、まずその前にですね、やはりこの将軍者、もう少しこの質問をね、突きつけて、そのどういう意図でね、このような誤った商品を、あえて売るのかを聞きたいと思うんですね。はい、所以外务省跟这个赵文社都是各说各话，互相推卸责任。所以我们今后会探究说，到底谁讲的话是真的，让把这个真相呢揭发出来。このようにですね、この日本の書店で中国のプロパガンダを反映させた商品が堂々と売られているということで、はい、今将軍社はこの番組の追及、追及諦めるのを待とうと、はい、してるんでわけなんですけども、実際は我々だけじゃなくて、やっぱりですね、こういった状況を憂える、全国の人がですね、あるいは台湾人がですね、将軍社に電話を入れて、なぜこのようなことをしたのかということを、はい、聞いてほしいと思うんですね。本当に政府見解通りやってんですか、はい、やってないでしょうということを聞いてもらえると思うんですね。はい、はい、事实上这个问题是非常严重的问题，所以不仅是我们节目在要继续追踪，也希望这个我们的电视观众，不管是日本的朋友或者是台湾的朋友呢，都可以继续帮助我们，你们也可以打电话去招文社问到底这个真相，给我们一个正确的回答，有诚意的回答。実にこれはね、とても大事な問題と思うんですよ。みんなが地図を見るから子どもたちも見るし、それを間違ったメッセージをこう読者に与える、こう罪は本当に深いですね。で、台湾人としてこういうことをこう何もこう何て言うの、こう洗脳の一種にもなりますので、ぜひこういう不誠実な黒い心、国信商品消えてほしいです ね、 そうですね、社会に責任持ってほしいです。この中共に迎合したこういう国信商品、はい、日本の市場から、ね、駆逐するということですね、はい、これみんなでやるべきだと思います。大家一起来扑滅他、これからもこの問題取り組んでいきたいと思います。はい、今後继续努力。次の話題です。11月29日台湾では統一地方選挙が投開票行われますが、はい、統一選まで1ヶ月ということで、このように、
10月30日は産経新聞、そして31日には読売新聞が報道を行っていますね。産経新聞と読売新聞都用专题来写这个有关于选举的事情。で特に注目なのはこの首都台北の市長の選挙ですね。最受注目的就是台北市长选举。そうですね。これ総統選挙にも2年後の総統選挙にも大きな影響を及ぼすので注目。影響到2年後的总统选举是的。でこの今までこの台北市長というのはね、この市長選挙はもう4回連続国民党が勝ってきたわけですが、そうした中でですね。国民党が苦戦と、というのはね、タイトルが出ていますけれども、要するに国民党対民進党というこの対立構図の中でですね、まあ、今回はこの無所属の、柯文哲さんが、立候補して、それを民進党が後押しして国民党候補に挑もうという、そういった図式なんですけれども、産経新聞の方ちょっと、内容を見てみたいと思います。はい、今回は国民党の連選名誉主席の長男で新人の連勝文氏と、無所属で出馬した新人で台湾大の外科医柯文哲氏の実情の一騎打ち。連氏は6月以降の主要な世論調査で一貫して柯氏にリードを許している。直近では国民党寄りの連合法の今月21日、まあ、今月は10月ですけども、10月21日付で調査で支持率 42% の柯氏に対し、連氏は 29% と13ポイントもの差がついた。国民党が台北市で負けた場合、総統選に不利な雰囲気が生まれるのは間違いないとの指摘が出ているということなんですね。这是产经新闻的报道，就是有关于两位的民调呢，以柯文哲现在领先，那连胜文的民调还一直拉不上来。この柯文哲さんはですね、このお医者さんの柯文哲さん、実は今とても台湾で話題の期待のホープで人気があるんですね。でこの番組でもですね、まあ、前回、まあ、つまり第54回で、この、まあ、ちょうどね、日本にいらっしゃったんで、インタビューさせてもらったんですね。在上一集的节目中我们也有介绍。本当にこの、台北市長になったらね、日本との関係交流を深めたいっていうお話していただきましたから、まだご覧になってない方はぜひ見ていただきたいと思うんですね。とてもいい人柄のようですね。台湾的。上一集有我们柯文哲先生访日的特别报道，请还没有看的朋友呢，来看一下。ただですね、こういったこの、支持率、確かに柯文哲さんは高いわけですけども、この台湾の選挙の場合はですね、まあ、こういった人気度だけじゃなくてですね、まあ、他の要素もいろいろ考えなきゃいけない。特にこの中華人民共和国の要素という要素、中国という要素を考えなきゃいけないんですね。今国民党は台北市長選挙で、ね、ちょっと焦っているわけで、そうですね、中国になんかこの支援を、そう、求めているようですね。出してもらいたい。はい、はい、これは、十字報の、10月28日の報道なんですね。今これ問題になってます。そうですね。はい、このタイトルはですね、まあ、中国にある、この台湾企業協会がこの台湾に、ごめんなさい、中国に駐在する台湾企業関係者に対して、この帰国のチケット、航空チケット代を補助するので、はい、その代わり国民党に投票するようにと要求しているという、はい、そう書いてありますね。明らかの買収ですね。はい、要するにこういうことなんです。この、まあ、向こうにはですね、100万人とも言われるその台湾企業関係者が駐在していて、はい、でその多くはですね、まあ、毎回この統一、例えば総統選挙でもそうなんですけども、その選挙があるたび国民党を応援するために、さあ皆さん投票のために国に帰りなさいということを、中国政府の指令でやってるんです。台湾の向こうに進出している企業の多くはですね、おそらく2万社以上はこの大気連というね、この中国の、この国務院台湾人弁公室の統制下にある、こういった、この連合体に取り込まれてしまっていて、で中国政府の指令によって動いてるんですよね。それで、今回もですね、この選挙を左右しようということで、
さあ皆さん帰りましょうと、その代わりチケット代はね、待機券が買えますよって、それ17のね、その中国と台湾の航空会社も、もう話をつけてやると、安くね、乗れますよというね、そういったことを、やっていて、これは買収だろうというね、今台湾では問題になっています。虽然现在柯文哲的民调领先，可是我们也不能掉以轻心，因为中国呢会用很多奥布来，他会出什么布来，我们也不晓得。像这个就是，他们等于这个就是非常贿选的行为，非常明显。はい、このここにもですね、これ台湾で出回ってる文書がありますね。はい、これがその台湾のその。向こうにあるその企業その大気連の下部組織が発行した文書なんです。これにもですね、補助し変える投票のために変える人にはこの補助しますよと、航空チケットを補助しますよということがはっきりと書かれていますね。はい、このようなことですね。でこれは、この報道によりますと、この例えばね、連勝分のこの応援する人たちが向こう側に頼み込んだということだそうですね。就是他们联手，国民党跟共产党要联手来把这个，这一层扳回来，不让我们台湾人当选。まあ要するにこのようにですね、とにかく中国にとってはこの何としても国民党がこの自分たちの傀儡である国民党が台湾を支配して。支配しないと、もう存在できないから国民党が、はい。それ国民党に、まあ、政権を握らせてですね、でそのまま台湾を中共に渡しなさいという、はい、そういった策略ですから、はい、向こうも必死なんですね。だからこの有権台湾の選挙を見るときは繰り返しますが、中国という要素も見なくてはならないということなんですね。はい、台湾の選挙の背後一定有中国の要素在里面、はい、こういった問題、また、次回以降詳しく見ていきたいと思います。はい、今後我们会继续追这个话题。今日時間となりました。これで失礼します。どうもありがとうございました。ありがとうございました。新聞に安置西藏了了。頑張ろう。頑張ろう。時間です。この時間は国を思う方々にお越しいただき、その思いを語っていただく番組です。今日は評論家牛尾雅人さんにお越しいただきました。牛尾さん、先週に続いてまた今週よろしくお願いいたします。そしてこの番組を支援してくださっていらっしゃる杉山浩一先生にご参加いただいております。杉山先生、いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。牛尾さん、先週は集団的、はいはい、自衛権についていろいろお話しいただきました。はい、それから日本の朝日新聞や NHK、 特に朝日新聞の報道ぶりについて納得できない、はい、おかしいということもお話しいただきました。はい、今週もその流れで、はい、朝日が最もおかしかった、非常に日本に対して大きなマイナスをつけた
問題といえば、はい、まあ、朝日以降の慰安婦問題の巨法って言っていいんでしょうか、誤報って言うんでしょうか、になると思いますが、こちらの問題についてはどのようにお考えでしょうか。ちょうどこちら先週発売になりました月刊正論なんですが、毎月1日発売されるのとは別に先週発売になりました特別増刊号としてですね、朝日新聞と慰安婦歴史捏造の罪ということだけのもうワンテーマに絞って、しかもまあこれまでまさに産経新聞そしてこの正論がですね、何を書いてきたのかということをずっとその軌跡をこうたどって、その昔いろんな先生方が書かれたものをこう再録して一冊にまとめたものが発売されたんですが、実はこの中で私もこの書かせていただいているんですが、私のものは今回こう新たにこの書き下ろしでですね、この20年間の朝日新聞の慰安婦の報道を、まあ、総まくりというふうにタイトルで歌ってくださっていますけれども、朝日新聞という、まあ、病というですね、挑発的なこのタイトルがついておりまして、まあ、ちょうど昔こういうことを書いてきました、そして今こういうことを言っていますということをこの検証をさせていただいているんですけれども、本当に先週紹介していただいたこの私の、その集団的自衛権の問題に関してこう検証したその本のタイトルが嘘が栄えりゃ日本国が滅びるというタイトルを出版社につけていただいたんですけれども、まさに今回のこの慰安婦の問題でもですね、同じことがこの言えるのではないのかと。慰安婦強制連行20万人セックスセレブという、そのまさにその嘘が今栄えてですね、この国が滅びんとしているという最中、地球の裏側にもですね、この慰安婦の像が次々にこの立っているという中、こう振り返って考えてみると、なんでこんなことになったんだと。それやっぱり朝日新聞が強制連行したと書いたからではないのかと。そしてそのことをですね、さまざまな、まあ、例えば畑育彦先生、あるいは西岡勉先生、あるいは産経新聞社、月刊正論などがですね、ずっとこの20年、戦い続けて、ようやく今年ですね、朝日新聞が一部の記事に限ってではありましたが、その虚偽だというふうに認めたと。そしてもう一つ別の論点で、まあ、低身体とのことについては、まあ、混同したというふうに、まあ、認めたということにようやくこう至ったんですが、この20年間まさにこの失われた日本の国益というものは非常に大きいというふうに思いますし、本当にこの嘘が栄えてきたんだなというふうにこう改めて今思っているなということであります。杉山先生もこの慰安婦問題に関しては、はい、うん、もう自費でアメリカに広告を出されたり、ね、はい、なんとか本当の日本を知ってもらおうということで、そうですね、動いてくださってましたけれども、うん、まあ、ザ・ファクトというね、事実はこれですという意見広告を、はい、一生懸命出したりしてるんですけれども、はい、いかんせん僕個人の力では限界がありますよね。で、中国韓国は国家予算をどんと注入して、うん、はい、慰安婦像をどんどん建てたり何かしてる、うん、はい、もう中国韓国を合わせれば何億なんでしょうね、その宣伝費。僕個人ではとても太刀打ちできませんけれども、うん、まあせめて蜂の一刺しではないですけれども、うん、日本の立場をね少しでも言いたいっていうんで意見広告を一生懸命やってるんですが、なかなか壁が厚いんですね。でアメリカの、うん、政治関係の外交雑誌に意見広告を出そうとしても拒否されたりとか、そうですね、そういうことが起きるんですよ。そうですね、向こうに毒が回ってるんですね、いろいろ。でその取っかかりが、うん、その韓国の人々と中国の人々がこの問題を、うん、提起したということではないんですね、うんうん、はい、日本の人々、はい、日本の報道関係者が最初にこういう動きを作ったという、はいはい、で日本人が最初に火をつけて、それを
わーっとうちわで仰がれたっていう格好ですよね、非常に残念ですね、うん、誤って済む問題でもないと思いますけど、うん、今のところその誤ってる相手は新聞の購読者に対してすみませんって謝っているだけであって、日本の人々全体に、日本国民全部に謝罪しなきゃいけない問題でしょう、うん、そうだと思いますが、はい、まあ、特に朝日新聞の場合はですね、その実はこの慰安婦の問題では謝罪していないというふうに、まあ、私は理解しているんですね、うん、あの確かに社長が会見をされて頭を下げたと、うん、謝罪だというふうに受け止めて良いという事実関係はあったんですが、それは同時にあのいわゆる吉田調書の問題とこのセットになった会見でしたので、そうではない吉田証言、つまりその慰安婦強制連行の論点に限って言うと、私は謝罪どころかですね、朝日新聞は誤報とも認めていないというふうにまあ理解しておりまして、まあ、今回もそのように書かせていただいたんですね、うん、というのは朝日の検証記事でもですね、虚偽だと、その証言は虚偽であったというふうに書いているだけなんですね、うん、で低身体度の問題でもその混同したというふうに書いているだけで、実は誤報とは認めていない、うん、誤報と認めているのは吉田調書の問題で誤報と認めて謝罪しただけなんですね、はい、おそらくこれはこういうロジックが朝日新聞社の偉い方々の頭の中にはあるんだろうと思うんですが、それは結果的には誤報だとかいうことなのかもしれないけれども、そうやって嘘をついた人がいましたと、はい、吉田さんという人です、うん、でその嘘の虚偽の証言を私たちはその信じて、紙面で紹介報道しましたと、まあ、それが結果的には誤報なのかもしれませんが、私たちがその捏造したわけではないんだと、私たちの誤報じゃないんだと、その証言が虚偽だったんだというふうに、まあ、いわばあの自己正当化を図っているからですね、実は検証記事が出た以降の紙面を見てもですね、誤報と認めていないというレベルに実はとどまっていると、もうまあ、あの今回これ書かせていただいて、その最初のこの見出しでもあのこのようなあの表現になっているんですが、まあ、その後第三者委員会を朝日新聞社が立ち上げてですね、固有名詞も発表されているんですが、私はその名前を見てもですね、それは通常の日本語における第三者だというふうに、見なし得る方々がそのいるのかと、何人いるんだと、もう数え方によってはゼロなのではないかと、つまり例えば正論陣営がこっち側にいてですね、反対側にその、まあ、いわば進歩派ないし朝日陣営がいるとすると、まあ普通の目から見て真ん中よりはこっち側、つまり朝日文化人の方々で占められている、あるいはそのテレビ朝日や朝日新聞社の媒体などでですね、今でも看板の番組を持っていらっしゃったり、これまでも論陣を張ってこられた方々を集めてですね、第三者ですと、第三者の検証ですと言われてもですね、私はしっくりこないなと正直思いますし、まあ、その後信頼回復のためのまた別の委員会も立ち上げられて、まあ、著名なジャーナリストなどもですね、その名前がすでに公表をされておられるんですが、まあ、例えばその方はつい最近のことでも自衛隊の派遣について疑問を表明されて、まあ、ツイッター上でご本人が取り消されましたけれども、そのような方々をこう集めていらっしゃる、あるいは朝日新聞の紙面の審議会の結論もですね、朝日新聞の中でもう公表されているんですが、まあ、その中で別に朝日一人の責任ではないんだと、朝日新聞もこれから頑張りなさいというですね、意見が堂々と半分を占めているんですね。これはね、どういう感覚なのかと、つまりやっぱり本心で、反省していないなと、まあ、正直言うと、例えば朝まで生テレビという番組に朝日の OB の方が出てこられてですね、で産経の OB のそうした非難に対して、お前ら産経だってほら見ろこうやってあの間違えた誤報書いたじゃないかというふうに掲げてですね、まあ、反論らしきことをこう述べられたんですけれども、まあ、それは事実、確かに産経もですね、そういう記事を書いたというファクトはそれはあるでしょう。しかし同時にですね、産経はこの間ずっとまさにこの正論の中でですね、この奇跡が証拠としてこうやって一冊のですね、雑誌本になるぐらいのですね、分量でですね、ずっと追及をしてきた。他方朝日はどうだったのかと
いうと、その今回のその検証に至るまで今年の社説も含めてですね、河野談話の見直しなど一切必要ないというですね、スタンスでずっとこの20年間一貫してきたんだというふうに考えてみるとですね、それはやっぱり朝日新聞のその日本の国益に与えたこのダメージ、私は特にこの加害者としての自覚がないと、当事者意識もないわけですから当然だとは思いますが、それどころか被害者面をしていると、うん、そしてそのかつてそういう記事を書いたあの記者のですね、勤務先の大学にですね脅迫があると、でこんなことを許していいのかと、まあ、査説でこの論陣をこう張っているんですが、そのね、査説の書き方も私に言わせれば非常にこの卑怯だなと思うんですけれども、そのあたかもまさにその杉山先生などがこうファクトだというふうに訴えてこられた、あるいはその産経や正論がそういう形で主張してきた人たちがですね、何かそういうこの脅迫行為を助長しているかのようなですね、印象を持つ書き方を社説でしているというところが私は非常に卑怯だというふうに、ずっとこの訴えているんですが、もう朝日新聞はその自覚が根本からなんか上から下までないということが一番の問題ではないのかなというふうに思いますね。いかがですか。はい、だから今おっしゃったことはね、全部朝日新聞っていうものがの築地の社内に人民日報日本支社があるということと何らかの格好で結びついていきますよね。ですから国民読者はね、朝日新聞が何を目指しているのかというのをね、英米に見抜いて紙面を見なきゃいけないし、必ず例えば産経と見比べる必要が絶対あると思いますし、でも今おっしゃった産経も間違ったことはあるけれども、産経は早くに訂正しましたよね。でそこが大きく違うと思う朝日と。この第三者委員会 もう私が朝日の社長だったらですよ、例えば産経新聞や読売新聞の現役または OB の方、せめて日本経済新聞の人を選びますと書いたんですけれども、その朝日の関係者で締めてですね、第三者委員会って言われたってですね、それは、まあ、例えば厳密なことを言えばテレビ朝日などはそのおそらく朝日新聞社と株を持ち合ってるんでしょうから、商法上でも第三者性はないんだろうと思いますし、まあ、そんな別に小難しい話しなくたって常識で考えてですね、その第三者性がこう疑われる人を並べて第三者委員会って言ってる段階でですね、まあ本気で出直す気がないんだなというふうに、まあ私などはこの先入観を持たざるを得ないなと思いますけどね。牛尾さんがこの番組の初めにおっしゃられた、その朝日新聞の言い分ですか、人から聞いたと、吉田何がし、でその嘘をついてるのは吉田何がしだって自分たちに責任がない、ということは、これは報道関係者としては決して言ってはならない事柄だと思います。そうですね、その報道の使命っていうのが何かと、それが本当にあった事実かどうかの検証もせずに、その自分にとって都合のいい発言を大々的に報道して、それを国を恥ずかしめるものとして使ったという、通常考えても慰安婦を軍が噛んで慰安婦にしたとかですね、数とかいうのは、あそこでは日本軍としては違う指示が出てたわけですね、ゼゲンの方に強制してはならない、陸士密21975公文書がちゃんと残ってま す、ですね、で慰安婦になることを強制してはならないというのが当時の日本政府の姿勢でしたから、そういったことも当然のこととして、大新聞社であれば分かっていたはず、分かってたはずです、それを分かった上で、そのたまたま小説のようなものを書いた、架空の小説というものを中心に置いて大々的な報道をしたということは、やはり
自分たちに責任がないよっていうようなことを、うん、言える立場では、はい、ないはずだと思いますね。そうですね。朝日新聞もね、はっきりした意図があったって、もう一つよくわかるのは、うん、上村隆という記者をわざわざ派遣して、はい、従軍慰安婦の問題にわーっと火をつけたわけでしょう。あれなんかもう完全に新聞社としてのはっきりした日本を貶める意図がありますよね。そうですね、はい、意図的な確信犯であるということを、この言葉が合うかどうかは別ですが、うんうん、そういうもの、そういう状況だということはやはり知って考えた方がいいですね、うんうんはい、対応を、うんまあ、今回その最初の記事を書いたのが誰かということも実は分かっていないんですよ、うん、その今年のその大きな検証の記事の中ではですね特定してあったんですが、まあ、その後実は検証記事の訂正記事が出ておりまして朝日新聞でですね、で実はその人がよくよく調べてみるとその外国にいたんだとその日はだから自分がその吉田の講演を聞いてるはずがないということで、うん、いやもしかしたら私かもしれませんと別の人が今名乗り出てきていますと、うん、でこのことについてはその先ほどのですね大社員者委員会のこの検証を経ていずれこの紙面でご報告しますというですね、うん、訂正記事、訂正の訂正記事といいますかですね、うん、それが出ているんですけれども、私これもですね、まあ、おっしゃった通り全くその責任感ゼロ、当事者意識がないからですね、そのあれが本当の検証だったんですかと、もう そこがまず一角が崩れていることに加えてですね、まあ、今回そのことも書かせていただいたんですが、どうしてそれを第三者に聞くのかとですね、まともな人ならあんな立派な著名なですね方々なら普通本来ならこう言うべきなんですよ。いやそんなの誰が書いたか俺の第三者だから僕に聞かれても分かりませんってですね、うん、そんなことをですねどうして第三者委員会に調べさせようとするのか、結局現状ではですねどれが書いたのかさえですねまだ曖昧うやまになっていると、うん、そこは全くこの当事者意識責任感ゼロ、加害者としての自覚もゼロ、相変わらず被害者ずらしてですねこうやって、慰安婦問題の彼らが言うところの本質、つまり人権や女性の尊厳が傷つけられたんだということを見失ってはいけないっていうですね、相変わらずキャンペーンをこう張っていてですね、そもそも強制連行したと書いたのはあなたたちですよねと、でそれはファクトではありませんよねと、それに対していやそうかもしれませんが人権というより高次な観点から見たら広い意味での強制性はあったんだと97年3月31日付の、まあ、検証記事で論点をすり替えてですねずっと一貫してあなたたちがそうやって言ってきたんですねというその自覚がですね相変わらずないというところがですね、まあ、今回の問題のこう一番のこの愛をなのかなというふうに思いますし、まあ、私はちらっとだけ書かせていただいておりますが、おそらくそういったさまざまな問題の中には一人一人の頭の中にはですね、いや俺が書いた記事じゃないもんというですね、そういう意識が大なり小なり、少なからずあるだろうと思いますし、特にですねあれは大阪の記事で我々東京の例えば政治部の、は何の責任もないんだと、そういうですね、まあ、エリート意識というか、彼らが言うところの霞が関的なですね縦割りの意識などがですね必ずあるのではないかと、それがあるがために、きちんとその自分たちの問題として捉えてですね出直そうというふうに、なれないのではないかなというふうに、まあ、私は見てるんですけどね。もちろん慰安婦そのものを良しとするっていうことでは決してないですね、ただ軍が絡んでいるとか、その河野談話に影響を与えてしまったとか、そしてその強制性があったんだとか、その事実と違うことを公共の大きな報道機関があたかも軍が噛んで強制的に行ったという報道をしている、しかも非常になんか都合のいい架空の小説を使ってですね、残虐な、日本普通考えられないような残虐な行為があったっていうようなことを報道していくということは、日本の文化そのものに対しても
非常に大きな傷を与えているんだと思う、そうですね、慰安婦の問題ということではないですよね、はい、そうではない、非常に慰安婦そのものを認め、誰も日本の人たちが良しとしているわけではないんですけれども、うんうん、はい、朝日新聞の報道というのはそうではない形の日本を貶める、うん、はい、そこの部分に非常に重点が置かれているというところを、うん、やはり朝日そのものが反省していかないとですね、本当にどこの新聞ですかと、はい、日本を恥ずかしめることに重点を置いておく新聞ですかと問いかけたくなりますもんね、うん、そうです。では日本国とね、日本国民を攻撃するための武器としてこれを使ってるわけでしょ、うん、だから多分ね、反省はしないと思いますよ。そうですね、はなからそれが目的なんですから。そうですね、でさっき言った第三者委員会で検証すると言っても、ちっともそれが本当の意味の第三者じゃなくて、うん、下手すると味方によっては第一者じゃないかっていう、うん、なるほど、委員会、私が一番この頭にくるのはですね、まあ、杉山先生のような本当にこの当事者であればなおさらおそらく頭に来られるのではないかなとこう拝察をしておりますが、朝日新聞の負け惜しみはこう未だに続いていてですね、そのあたかもその慰安婦がいなかったかのような論調が高まっていると、我々はそれを憂いるとね、こう言うんですよね、すいません誰がそんなこと言ってるんですかと、その、かつて例えば従軍慰安婦はいなかったというふうに、書いた論者もいるでしょうし、ただそれはその従軍ではないという論点でそう表現しただけのことであって、その慰安所がなかったとか慰安婦がいなかったとか、そういうふうなことをですね、少なく例えばその産経新聞や正論を含めてですね、書いた人なんて私は知りませんし、そういうことがこの不幸な歴史であったんだという認識においては、まあ、天皇陛下のお言葉をこう引くまでもなくですね、ほとんど確立したこのコンセンサスだと私は思うんですよね、うん、それは単に彼らが強制連行したんだと、しかも軍がしたんだと、で20万人のセックスレイブだというふうになってきたから、いやいやそのような事実はありませんと、そういう強制連行はなかったんですと言ってるだけなのに、彼らの方が論点をすり替えてですね、そのファクトのないことで、その反対陣営をこう非難攻撃しているということをですね、ぜひご理解をいただきたいというふうに思いますけどね。そうですね、それにつけてもね、国連に行ってるスリランカの代表のクアラスラミという女子、はい、あの人何なの、うん、完全に洗脳されてるとしか見えませんよね。だからそれに対してね、日本のやっぱり外交力というか、うん、クアラスラミ 女子にあんなことを言わせてる外務省は何だと言いたいよね、うん、そうですね、はい、本当にしっかりした反論、うんをまず出さないといけませんでしょうが、すでにその反論を日本政府として一度まとめて、いたものがこうすでにあるわけですから、それを出すということをぜひこう踏み切っていただきたいなと思います、はい、その提出をなんか拒否されて、キャンセルされたっていう話がある、はい、そういう力が働いてる、はい、あの方を説得するというのはまた非常に一旦思い込んでしまっていらっしゃるでしょうから、非常に難しいことだとは思います。ただ例えばこのようにこの新しい事実が出てきたんだと、その少なくとも日本の朝日新聞社はこのようにその記事は虚偽だったと認めていますと、ぜひ国連の人権委員会で改めてその調査をしてくださいという、まあ、お願いは日本政府としてもできるし、私はすべきであると思いますし、仮にそれすらですね、彼女や委員会が拒否するということであればですね、それは学術的にもその国際法的にもですね、うん、私は許し難い姿勢ではないかというふうに思いますけどね、はい、そうですね、やはり国連の場、国際社会の中で誤った報道を元、うん、に基づいて日本そのものが貶められるということについては政府としてしっかりした対応を取る必要がありますでしょうし、慰安婦の問題ではないと言っていいんでしょうか、慰安婦そのものについてはもう本当に日本の人々というのは悲しみとか同情っていうよりは本当に女性の
悲しみというのはみんなよく分かっている人たち、日本人ほどそれに対して何とも言えない思いを持っている人たちはいないんじゃないかと思うくらい同じ思いを持っているわけで、ただそれと全く次元の違う話を今しているんだ。で、国連に対してもそこは違っていますということをですね、スレーブっていうのはもう特殊な用語ですから、そういう形ではありませんということはきちんと主張しないといけませんので、今回やはりこういう形で正論で取り上げてもらえてるということも大事でしょうし、やはり政府が自ら動くという決断をしないといけませんですよね。まあ、少しでもね、多くの日本国民にこの牛尾さんがお書きになったものをやっぱり読んでほしいですね。そうですね、はい、牛尾さん本当お忙しい中今回お越しくださいました。ありがとうございます。また日本の中で世論というのは非常に大きな力を持つと思いますので、これからもリードしていただきたいと思います。ありがとうございました。菅原先生、いつものようにお越しくださってありがとうございます。